いつもご視聴ありがとうございます。鹿島陸橋に来ました、見えるのは梅田のビル群ということになります。下に走っていますのは東海道本線 JR 神戸線ということになります。またの大岡町線というものは真ん中走っておりますが、後で説明をいたします。今左側走っているのが、これは大阪方面の方に向かう列車ということになります。概要欄の方にですね、北方貨物線とか、それから昼間に撮影した同じ場所かの、鹿島陸橋も動画もリンク貼っております。こちらは山陽新幹線ということになります。いろんな鉄道が一望できる、有名な場所ということになります。で、ですね、今明かりが見えていますけれども、これは北方貨物線、新大阪の方からですね、尼崎方面に大阪駅を通らずに、つまりは淀川を渡ることなく、ショートカットする貨物線がありまして、そちらを走ってきて尼崎方面ですね、新大阪から尼崎方面に、移動している貨物列車ということになりますが、歩みが遅いですね。まずこの場所なんですけれども、JR 東西線の鹿島駅から徒歩10分ぐらいということになります。ただ東西線、 JR 東西線は地下を走っていますので、この場所からは見えません。どうもここで止まるみたいですね。実はですね、本日は、2022年1月28日なんですけれども、 JR 京都線、神戸線、宝塚線等々がですね、東西線も含めて、ダイヤが乱れています。と言いますのも、特別な列車が運行されたという関係かも分かりませんけれども、しばらくの間、線路内に人が立ち入ったということで、止まってましたのでですね、運行が、その影響かと思います。今、右側の方に走ってきましたのが、こちらはですね、ちょっと後で路線名、概要欄にも書いてますが、説明しますが、これは優等列車なんで、丹波寺快速ですかね。ちょっと夜で暗いですので、昼間のようにですね、一つの列車の種別をご説明するということは、ちょっとご遠慮させていただきたいという思います。順番に左からですけども、まず山陽新幹線の高架があります。でそれからですね、左側に3つ線路があります。一番左からですね、上り方面、大阪駅方面の速達線、新快速とか特急列車貨物、それからその次の右がですね、大阪方面、上りの、観光線普通列車が走るやつで、その3つ目、左から3つ目なんですが、これは下り、今これ来ていますけども、この線路ですけども、下りの、観光線、つまりは、下りの普通列車が走るところということで、だから上り2本と下り1本の3線が並んでいるということになります。で一番、右側には、先ほどの丹波寺快速だと思うんですけども、また来ていますけども、下り、尼崎方面に向かう、速達線ということになります。で真ん中に走っていますのが、北方貨物線ということで、工程は次は何ですかね、新快速ですかね、ちょっと見えにくい、多分新快速みたいですね。はい、で真ん中に走っていますのが、その北方貨物線、新大阪方面からやってきた、貨物が、降りてきて、で、合流するという形になります。なおですね、尼崎方面から、北方貨物線の方に入る場合は、一番左の、線路から分岐していくという形になります。今回、その列車を見ることはちょっとなかったということになります。次々と列車がやってきておりますので、今回はですね、鉄道というよりも、後ろの、梅田のビル群というものの背景、夜景というものを、お楽しみいただきながら、合間に走ってくる、鉄道とのですね、そのセットもので、お楽しみいただけたら幸いでございます。こちらは普通列車ですね。
下り尼崎方面に向かう下りの普通列車ということになります。ではしばらくご覧ください。左上の方は新幹線、こちらは、今進んでいる方向が東京方面ということになります。新大阪新神戸間ということになりますので、新大阪の方に向かっているということですね。で、在来線の方は奥の方が大阪行きで、手前の方が尼崎、それからまあ神戸駅方面ということになっています。今来ましたのが、何度も申し上げている通り、下りの観光線ということになりますので、ですから下り列車はですね、普通列車、それから、快速もそうですね、普通列車、快速列車が通る、観光線とですね、それから今一番右側に通っている新快速あるいは特急列車、これは特急のようですけれども、浜風のようですね。特急浜風のように見えますね。はい。でまた新幹線、これは、岡山、広島、博多に向かっているということになります。このようにですね、左三本、右一本ということで、下りの、在来線の方がですね、分かれているというところが特徴かなというふうに思います。昼間のまた鹿島陸橋からの風景の、動画の方、全く同じアングルですけれども、こちらの方は、列車種別もそれぞれ、掲示していますし、また貨物列車もですね、一応あらゆる方向に向かうやつは全て、網羅されていますので、そちらの方をぜひご覧いただければというふうに思います。また北方貨物線の方も、リンクを貼っておりますけれども、こちらもですね、この尼崎の方からですね、この鹿島を通って、塚本駅のですね、ちょっと先のところから分かれているんですけれども、そちらからですね、新大阪駅の横のところまで、ずっと、それぞれの踏切も含めて、紹介をしていますので、またそちらもご覧ください。ここからはですね、見えないんですけれども、東京サンダーバードのですね、大阪駅に着きますと、北方貨物線を経由して、回送されるという形になっています。こちらは塚本駅のですね、列車の、発着、それから通過風景の動画もまたご覧いただければと思います。これは、特急のようですけども、ちょっと分かりにくいんですけども、コウノトリか何かなのかなというふうな気がいたします。塚本駅の、動画の方もぜひご覧ください。最初に申し上げましたとおり、本日はダイヤが乱れている関係で、まだ遅延がいろいろ発生していますので、ちょっとその不規則な感じになっていまして、おそらくその取りやめになっている列車なんかもあるのではないかなというふうに思います。今こちらに来ているのは、これは丹波寺快速ですかね。基本的にはですね、特急列車などを除きますと新快速が一つありますよね。それから、尼
尼崎駅に行く手前ということになりますから、JR 高原塚線の方面に向かう丹波寺快速もこちらを通るということになるのかなというふうに思います。貨物列車全然動かないです。あと今動き出しましたね。はい、貨物列車動き出しました。北方貨物線から、出てきました。貨物列車が動き出しまして、今から尼崎方面の方に向かいます。もうおそらくダイヤメタルの関係もあったのかなと思います。では貨物列車の通過をご覧いただいて、この動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。